えー、あっと定刻になりましたので、えー、今日の会見を始めたいと思います。えー、あの本日はですね、えー、9日に投開票が行われました、韓国の大統領選挙についてですね、えー、大統領選挙と新政権の課題ということでですね、慶応大学法学部教授でいらっしゃる西野純也先生をお招きして、お話を伺います。 ちょうどあの選挙から 3, 3日後ですか、でもすぐにあの政権が発足しましたので、えー、非常にあのまだホットな段階でですねお話が伺えることになったのは、えー、大変良かったなと思っております。で、えーまあ、あの大統領選、今度、臨床ですけど、まああの、大統領になったムン・ジェインさんは、 過去の人と比べるとちょっと人物的には地味な感じがありますがただ、のこの数日のテレビ新聞の報道を見ておりますとやはりあの内政、外交ともに大変厳しい状態でスタートということなのでえまあ今日、西斗先生から詳しくお話があると思いますがまああのウォッチをする価値は十分にあるであろうというふうに思います、え。ー 先生のじゃあご経歴を紹介いたしますが慶応大学のご出身で大学院の修了をされた後韓国の遠征大学4世といいますがこの大学院で政治学の博士号を取得されましたそれでその後です、ね、あのソウルにあります日本大使館の専門調査員それから外務省の専門分析員などをお務めになられてですね慶応ある法学部の教授としては 2016年4月から法学の教授でいらっしゃいますで、えー、慶応大学の方にはです、ね、東アジア研究所現代韓国研究センターというものがありまして小倉センター長で,でもいらっしゃいますあの慶応大学はです、ね、現代韓国朝鮮研究の、まあ、草分け的な場所でありまして、えー、皆さんご存知の小野木先生 がずっといらっしゃってたわけですがまあ今はあの二条さんがセンター長として勤めていらっしゃいますと今日司会はですね今日私あの東京新聞論説委員で当クラブの企画委員をしておりますが山本が担当いたしますよろしくお願いしますでえっとまああの50分程度お話ししていただいてその後は会場から質問を受けたいと思いますじゃあ先生よろしくお願いします 慶応義塾大学の西野純也と申しますよろしくお願いいたします座って報告をさせていただければと思いますよろしくお願いします今あの山本さんから大変ご丁寧に紹介をいただきました通り現在は慶応義塾大学法学部政治学科の方で三田キャンパスの方ですねここから近いところですけれどもそちらでまあ朝鮮半島の政治外交そして国際政治 の方を担当しておりますで本日はあ、韓国の大統領選挙の直後でありますけれども、まあ、大統領選挙の結果についての若干の分析と、まあ、それから新しく補足をした 文在寅政権の課題についてお話をさせていただければと思います。皆様のお手元にこれからお移しをするパワーポイントのスライドがあるかと思いますので、基本的にはこの順序に従って話したいと思いますけれども、まあ、あの多くはですね、韓国の報道機関、あるいは日本の報道機関から参照した図であります。そして話の流れとしましては、 一番最初にですね選挙の結果の分析を一番目にお話をして、そして二番目にムン・ジェイン政権の主に内政的な観点から見た課題、そして三番目に外交上の課題という、この大きく3つのパートから私の報告は構成されております。まず最初に 選挙の結果の分析を若干したいというふうに思います。まあ、選挙の結果についてはこのようになっております。まあムンジェイン候補がま圧倒的な地位で勝利を収めたと。 ということは皆様もご承知ではないかと思います。まあ私も選挙の二日、投票の二日前までソウルにおりましたけれども、まあもう結果はすでに分かっていたので、むしろ政権発足後にどうなるのかという観点から、まあ、韓国の方少し滞在しておりましたけれども、やはりですね、準備期間がない政権発足でありますから、あもちろん ムン候補というのは、2012年の大統領選挙にも出馬をしましたので、今回出馬した候補の中では、まあ、最も準備ができていた候補であるとは言えます,えますけれども、まあ、当選確定後からの政権発足ということで、実質的にです、ね、この政権、新しく発足した政権が何を目指していくのか、国政課題は何なのか、そしてまあ人事はどうするのかということについては、 まあこれから準備をしていかなきゃいけない、まさに走りながら考える、まあ、そういう政権になっております。えー、まあ今回の選挙についての分析を若干、暫定的な分析を行いたいと思います。 まあ今回の選挙はですね、3月10日の憲法裁判所によるパックネ大統領の罷免の決定を受けて、60日以内に行われる、まあ、極めて特殊な選挙であったというのがまあ大前提であります。したがって、各候補、十分な準備のないままに選挙戦に突入をし、まあ、そのまま終了したということもありまして、 そしてかつ大統領の罷免を受けた後の選挙ということですので基本的には大きな争点というのは政策的な意味では実はあまりなかったというふうに言えるかと思いますただ選挙を支配する雰囲気今韓国でいうとこの時代精神のようなものはこれはやはり政権交代ですねより正確に言えば与野党政権交代の熱望 とにかく政権、パックネ政権から別の政権にするんだという、まあ、こういう雰囲気が支配した選挙であります。したがって、えー、まあ、そういう状況の中で、えー、劾政局を主導した最大野党の大統領候補であるムンジェイン氏が終始有利な状況で選挙を進め、そのまま選挙が終了したというふうに言えるかと思います。ということはですね、え、ムンジェイン候補の勝因というのは、 状況的な要因が一番大きい、まあ、つまり政権交代の熱望というものが支配し、そしてまあ弾劾を主導した最大の政治勢力である共に民主党の候補、ムン・ジェインが勝ったということであります。まあ、それはです、ね、得票率が41%というまあ2位以下をダブルスコア近い数字で引き離してはいるんですけども、裏を返せば、 あーまあ、40%しか取れていないともいえる、まあ、ここをどう評価するのかというのが、まあ、またあとでちょっとお話をしたいと思いますけれども難しいところだと思います、えー、弾劾後の政局の中で圧倒的な1位にはなった、まあ、それは状況的要因が彼を1位に押し上げたわけですけれども果たしてその個人的な魅力であるとか リーダーシップであるとかそういった面での評価というのは本当に高かったのかどうかという点は少し留保する必要があるのではないかというふうに私は考えておりますもちろん若者の多くはムンさんをま好意的に受け止めたという事実はありますけれどもそれはやはりパックネ大統領があまりにも おーコミュニケーションがない閉鎖的で、えー、独善的なスタイルであったがために、まあ、その韓国でいうとこの反射利益ですねその反射利益の結果としてムン、まあ、さんに支持が集まったというところなのでムンさんの個人的なあところに対する支持というのがどれくらいあったのかというのはちょっと私は。 留保したいといとううふうに、まあ、もう少し考えてみるる必要があると思いますもしですね、個人的にもものすごく魅力的な候補だということであれば、過半数も私は得票は可能だったのではないかというふうに考えています。まあ、40%は取りましたけれども、2位と3位の得票率を合わせれば、1位を上回るわけですから。 まあその辺がムンさんの国政運営をすでに拘束している要因になってきているというふうに思います。かたやです、ね、2位と3位の候補であります、2位には最終的には、朴槿ネ政権の与党であったセヌリ党が解明した自由韓国党のホンさんが滑り込んだわけであります。 まあこれは明らかに最終盤において、いわゆる保守の再結集が起こった結果であります。今お見せしているのは、まあ、世論調査が公表される最後のところまでの世論調査の推移ですね。皆様ご承知のとおり、選挙戦中盤、4月の上旬に候補が出揃った段階では、国民の党のアンチョロスさんが ムン・ジェイン候補に並ぶほどの勢いがあったわけですけれども、その急速に支持を落とす、それと反比例する形で、本さんの支持が急速に上がるというまあ状況が見られたわけです、選挙戦9日から1週間前は、公表、世論調査の公表,が公表が禁止されていたわけですけれども、 主要機関では調査が引き続き行われていました、でまあ、その数字を見せていただきましたけれども、もうすでに非公表期間に入ったところで,です、ね、本さんがもう追い抜いていた状況でしたので、そのまま本さんの勢いが勝って、ンさんは最終的には3位になってしまったという状況だと思います。じゃあ、ではなぜンさんが3位になってしまったのか。 あという、アンさんの敗因ですね、えー、ですけれども、これは一番よく言われているのは、テレビ討論がうまくいかなかったということであります。まあ、確かに数字が急速に落ち始めた頃というのは、テレビ討論が始まった頃と、期をいつにしております。ア、ま、ン、あ、候補の受け答えが非常にうまくなかったというのが、最大の要因として指摘をされています。まあ、今回60日という短期間でででのの大統領選挙でしたので やはりその候補者のですね個人的なイメージ、テレビ討論というものもまあおそらく重要になるだろうと言われておりましたし、実際にテレビ討論は大きな意味を今回持ったというふうに考えております。ムンさんはですう、ね、他の党の候補、他の4人から一斉にこう攻撃される立場だったので、自分の主張をしだすよりかは、むしろこう防御する。 というのがまあ基本的なムーンさんのスタンスだったわけですけれども、まあ、そういう意味では、つつがなくそれなりに防御をしたというのがまあムーンさんの候補、えー、評価であったのに対し、まあ、アンさんはあむしろ支持率を上げていかなきゃいけないという立場でしたけれども、まあ、むしろ受け答えに失敗をして支持率を落とすということがあったかと思います。というのがまあ一般的な評価なんですけれども私はこうしたアンさんの個人的な要因 と同時に、あるいはそれ以上に構造的な要因がより重要だったかと考えております。まあ、つまり、ンさんが受け答えに失敗した一番大きな理由というのは、右からも左からも攻撃をされて、真ん中の立場としてどういうスタンスを取ればいいのかが分からなくなってしまったということなんですね。これはやはり韓国政治が右と左に大きく分かれていて、中道政治というものが存在しないと。 いう韓国政治の構造的な要因からあ、そもそもターンを走っているわけであります。でアン・チョルスさんというのは、昨年、2016年4月の総選挙では、この右と左、保守と新法しかない韓国政治を変えるんだという、まあ、意気込みで国民の党、第三党を立ち上げて、えー、うまくいかないと。 言われていたにもかかわらず、40議席それなりの議席を獲得をして、そしてまあ今回の選挙に臨んだわけであります。まあ、したがって、韓国政治の観点からは、アン・チョウさんの挑戦というのは、私は高く評価されて、しかるべきであるというふうに思っております。そして、アンさんの、私が個人的に評価するところは、 最後まで保守勢力とは手を結ばず、独自路線を貫いた、まあ、それがある時期までは、杏さんの支持の、さんに支持が集まった要因ではあったんですけれども、テレビ討論で保守の本候補がですね、安保意襲を掲げて、選挙構図を保守対進歩の対立に何とか持っていこうと。 をする中で、まあ、実際にそのような構図に若干なったがゆえに、です、ね、アンさんはそういったムンさんと本さんの間に、まあ、埋没をしてしまったというふうに言えるのではないかと思います。まあ、その結果として、えー、本さんが2位に浮上したわけでありますけれども、2位に浮上できた一番の要因というのは、いわゆるやはり安保移衆というものをひたすら取り上げ続けた。 まあ、あのよく言えば、選択と集中を徹底的に行ってです、ねえー、もう安保一周のみでムン、えー、さんを攻撃したと、ム、え、ン、ー、さんが政権を取れば、あ北との関係、えー、において、えー、非常に保守勢力にとっては好ましくないと、安保が不安だというようなことを、まあ、本さんはテレビ討論等で言い続けたわけです、でそれが、まあ、あいわゆる保守層の再結集をもたらし、 そして一時期は、ンさ,さんを支持していた保守省の離脱をもたらし、本さんを2位に押し上げた重要な要因であるというふうに言えると思います。とはいっても、選挙戦全般を振り返ると、いわゆるその安保、あるいはまあ北問題というものが、選挙戦を大きく左右したかといえば、それはそうではないというふうに言えると思います。 まあ今回の一番のやはり状況的な要因というのは弾劾罷免の後の政権交代を望む世論というのが圧倒的であってーまあ安保移衆というのは保守票の一定程度の再結集をもたらすという意味ではまあ効果があったわけですけれども選挙戦を全体を支配するものでは必ずしもなかったと。 いいうふうふに言えるかと思いますそして、結果自体に対する評価ですけれども、ちょっと分かりにくいんですけれども、あの要するに地域別のですね得票の分布がどうなっているのかということであります。で韓国の政治、韓国の選挙でまあ毎回必ず言われるのが、 地域主義と理念対立、韓国語では理念葛藤というふうに言いますけれども、つまり保守対進歩の対立と、そして地域ごとに各候補の得票率が大きく異なるということがよく言われていますけれども、まあ、今回の選挙は、弾劾罷免の後の過去とは全く異なる選挙だったということもありまして、地域的な 得票を見ますと、ム、ま、ン、あ、さんがほぼすべての地域で1位を獲得しているというのがまあ大きな特徴であります、でまあ、2位になった本さんについては、別の図をちょっとまあお見せしますけれども、まあ、保守勢力の地盤であるとされている、京商道ですね、京商北道、そして手口。 そして、継承南道では、本さんが1位になっているんですけれども、赤ですね、その他の地域は、ムンさんがすべて1位を獲得しているというのが、まあ、今回の選挙の一つの特徴、地域的な観点から見た特徴であると言えます。したがって、地域主義がじゃあ、薄まっているのかどうかというのが重要な問いなわけですけれども、 傾向としてはですね、傾向としてはかつてから地域主義というのはどんどん薄まってきております。一番左にある図が2002年のノムヒョンさんが当選した時の選挙の時の得票分布であります。 もうきれいに真っ二つに分かれているのがうかがえるかと思います。まあ、保守的な地域であるとされている軽症道そしてその軽症道右,右下の上にある寒温をですね高原道寒温、まあ、道地域は北朝鮮と接している地域であるということから保守的であるというふうに基本的に言われてますけれども2002年の選挙では地域的な色彩がかなり強かった わけでありますけれども、まあ、今回、一番右の大統領選挙、今回の大統領選挙では、ですね軽症、えー、道地域では、本さんが1位を記録はしているけれども、ムンさんが他の地域では1位を取っている、そしてさらにですね、本さんが1位を取っている軽症道地域の本さんの得票を見てもですね、 四十数パーセントであって過半数にはいってないわけですね、過半数にはいっていない、まあ、本来であれば、保守候補であれば、軽症道地域では過半数以上取るのは当たり前とされていたわけですけれども、今回の選挙は、軽症道地域では本さんは1位にはなっているけれども、過半数は取っていないとういうことは、まあ、地域的な投票というのが、今回の選挙ではかなり薄まったというふうには言えると思います。 そしてまあ、地域主義に加えて、理念葛藤、まあ理念対立ですね。保守対進歩の対立というのをどういうふうに見るのかということですけれども、まあこれはそもそもですね、今回保守政党が、まあ事実上分裂,分裂をし、かつまあ大統領の失敗と、 おいうのを国民が大きく意識する中での選挙でしたので、まあ、そもそも構図として、保守対進歩という構図の中での選挙ではなかったわけですね、そもそも理念対立を軸とした選挙ではなかった、にもかかわらず、本候補がそれを復活させようと、安保維思を取り上げて、盛んに保守層の結集を訴えた、まあ、その結果、保守が二十数再結集をしたと。 いうのがまあこののがこ選挙の実態でありますしたがって、えーまあ、理念対立がどうだったのかという評価は難しいんですけれども私はやはり依然として韓国は保守勢力がかなり強いんだなということをまあ,ある意味でうかがわせる選挙だったというふうに評価をしていますあまあ自由韓国党が3位なのと2位なのとでは象徴的な意味が全く違ってく、えー、るわけで、えー、弾劾された勢力が2位になった。 しかも、えー、まあ正しい政党、つまり自由韓国党から割れていた人たちの一部は再び自由韓国党に戻って、えー、まあ議席が100を超えているわけですね。えー、議会での3分の1以上を確保したということは、これは文政権の国政運営にとっては、 まあ非常に難しい状況ですね、えー、まあ大きな保守勢力、パク・クネ政権の弾劾によって崩れたかに見え,て見えてるけれども、依然としてやはり強い保守勢力とどうやって向き合っていくのかというのが、まあ文政権の大きな課題であるというふうに言えるかと思います。それから、韓国の選挙の、まあ、近年、あるいはまあ2000年以降のもう一つの重要な特徴というのは、世代別の投票行動がかなり違っていると。 いうことでありしたがってまあ最近の選挙では、理念対立よりもむしろ世代対立ということをすら言われるほどであります。今回の選挙の年代別の投票行動がどうなっているのかというのは、まだ実は分かりません。後日、選挙管理委員会から正式な世代別の投票行動が発表されますけれども、出口調査ですね。 まあ放送主要3社が共同で出口調査を世論調査会社に委託して行っております、まあ、その出口調査の結果を参考にするしか今はないんですけどもちょっと分かりにくいかもしれませんけども上がまあ出口調査の予測値ですね今回出口調査はあのほぼ正確に当てました結果をそして下側が年代別に どの年代が誰に投票しているのかということでありますけれども、青いグラフがムンさんに対する投票率、そして赤がホンさん、緑がアンさんですけれども、ムンさんに対する投票を見ますと、20代で47%、30代で56%、40代で52%がムンさんに投票したという出口調査になっています。 でええ見ていただければ分かる通り、本さんに対するいわゆる若者層の投票率というのは極めて低い、一桁しかないということであります。それに対して、本さんは60代、70代では45%、50%ということで、えまあ、大きく得票している。まあ、その反面文さんはは代70代では まあ20数パーセントしか投票を得ていないということで今回の選挙でも世代間の投票行動のスプリットというのがかなり顕著に現れたかと言えますで、まあ、日本のメディア等でも言われていますけどもではなぜ若者がムーンさんに多く投票したのかというのが一つのポイントなわけですけども、まあ、よく言われるのは あ若者層はいわゆるその韓国では成年失業率がまあ10%程度あってです、ねえー、そういったところから既存の政権に対する不満が強いということがまあよく言われています、まあ、それはあの重要な要因であるかと思います、まあ、それと同時にです、ね、やはりそのとりわけ20代の人たちというのはあ 保守政権しか知らなない世代なんですね、まあ、自分の記憶にある9年間というのは保守政権しか知らないイ・ミョンバク・パックネ政権しか知らない世代であってでしかもパク政権が非常にこう閉じた国政運営をやったのでやはり何かこう社会的な閉塞感みたいなものを強く感じている。 したがって、身近な自分の身近な問題、実利的な問題としては就職難なんとかしてほしいという思いは当然あるんでしょうけども、私はそれと同時に、あるいはそれ以上に、とにかく変えたいと、とにかく何か社会を変えたいという、この思いがやはり20代のムン・さん支持の大きな理由ではなかったかと。 いいうふうに思いますそれから30代で支持が高いのは、まあ、これは、ノムヒョン時代をある意味知っている世代でありまして、まあ、自分が若い頃にノムヒョン政権を経験しているわけですね。 ノムヒョン政権の後に、まあ、イ・ヨンバク、パク・クネ政権を経験したので、ノムヒョン政権に対する評価は必ずしも肯定的ではない人がいるにしても、ですねそれにしてもパク・クネ政権、あまりにもちょっと国民とコミュニケーションなさすぎるんじゃないのという、まあ、やはりノムヒョン政権と比べて、パク・クネ政権はあまりにもその国民には開かれてない政権だったということから、まあ、今回はムンさんへ支持が集まったと。 いうふうに言えるのではないかというふうに思います。えー、まあ60日間の短い選挙だったこともあって、まあそういった雰囲気ですね。そういった雰囲気がおそらく投票行動をかなりの程度規定したのではないかというふうに思います。まあ政策うんぬんというところでは、もちろんテレビ討論ではある程度政策論争しましたけども、十分その、これがそのムンさんの政策だ、これが本さんの政策だという、あの、確固とした、こう、なんていうんですかね、 各候補のトレードマークになるような政策みたいなものは今回あまりなかったのではないかなというふうに私は考えていますので、まあ、そういう点からはやはり政権を変えたいとかですね、なんとかしてこの閉塞感を打破したい、まあ、そういう雰囲気が有権者の投票行動を大きく規定したのではないかというふうに私は考えております。 えというのが、まあ、暫定的な選挙の分析であります。まあ、もし、また後であの質問があればお答えしたいというふうに思います。えー、2番目のパートに入る前に、最後にですね、年代別と関連をして、えー、 今回は、まあ、若者層が多くムーンさんを支持したわけですけれども、まあ、有権者の年代別構成を見るとですね、えー、まあ、真ん中の半円グラフがそうですけども、実は20代は、有権者、全有権者の15.9%、30代は17.6%であって、まあ、やはり韓国も高齢社会であって、高齢化のスピードは日本よりも早いわけですね。えー、したがって、まあ、あの、 全体として見れば、やはり高齢者、いわゆる高齢者の意向ですね、60代以上が24%、そして50代が20%いるわけですから、やはりここの50代以上の有権者にかなり配慮をした国政運営というのは、当然していかなければいけないということは言えるかと思います。ここれは出口調査のの数字ととと実際の得票率がどううだったかということで まあ大統領選挙の場合は、あ,のある意味で大きな選挙区一つだけなので、世論調査をお、まあ、サンプル2000取ってやれば、ほぼ正確に当たるというのが、私の経験からも言えますで、今回はほぼ正確に当てました、まあ、ただ若干雑談的に申し上げると、今回は事前投票が大統領選挙で初めて導入されて、事前投票で26%が投票したわけですね。 したがって、まあ、有権者の4人の1人が事前に投票したわけで、これは投票率に換算すると、9日以前にすでに3分の1がの投票が箱の中に入っていた状況になります。そういうその3分の1がすでに箱の中に入っている状況で、当日で出口調査をやって、果たしてどれぐらい当たるのかということが、まあ、世論調査会社の観点からすると、大きな不安材料だったわけですけども、ま結果としては、 ほぼぴったり当てたということが言えるかと思います。まあ、アメリカの大統領選挙、あるいはまあ他の国の大統領選挙等ですね、世論調査なかなか当たらないんじゃないかということが言われていたので、韓国の世論調査会社もかなり神経を尖らしていたんですけども、まあ、世論調査は比較的今回は正確に当たりました。それから、まあ、テレビ討論が重要な影響を与えたということを、まあ、あの、 暴的に示すす調査結果がこれであります、まあ、テレビ討論を見て候補者のイメージが変わりましたかという質問の調査があります。で、えー、一番まあ左がムーンさんで、2、3、4、5の順に並んでいますけれども、お3番目のアンさんですね、えー、アンさんに対しては、やはり先ほど申し上げた通り、テレビ討論を見て、 印象が悪くなったというのが44%で圧倒的に多いんですねで次に悪いのが2位になった本さんですね本さんもお、まあ、テレビ討論ではもうかなりはちゃめちゃでした,でしたので、えー、テレビ討論で悪くなったでしかも本候補はあ主要候補者中では最も好感度の低い候補だったんですね 最も好感度の低い候補でテレビ討論でもパフォーマンスが良くなかったにもかかわらず最終盤でガガガッと票を伸ばして2位になったというところはまあそれなりに留意をしなければいけないというのがまあそれでも保守は強いんだということで私が申し上げたかったところでありますでこれはまあ歴代の1位と2位の差であります、まあ、今回は1位と2位の差が一番大きかった選挙であるということが言えると思います <laughs> そして2番目のパートで、じゃあ、内政上の観点からどういう課題があるのかということでありますけれども、まあ、すでに政権は発足をしております、困難な札でになりました、先ほど申し上げた通り、得票率41%というのをどういうふうに見るのか、まあ、私はやはりです、ね、保守勢力というのが、やはり韓国政治は依然として強いわけですね。 でまあ、議会の分布を見ますと、まあ、これは10日現在の議会分布で、現在、自由韓国党が100議席107ぐらいになっていると思いますけれども、300議席のうち、共に民主党、与党は120議席であるので、まあ、少数与党であります、まあ、法案を通すには過半数151が必要ですけれども、ただ、事実上はです、ね、韓国では、 国会先進化法といわれる、まあ、いわゆるフィリバスター法ですね、がありますので、えー、全議席の5分の3がないと法案を上提できない仕組みになっていますので、まあ、実際に法案を上提して通そうとすると、180議席を持たなければいけないわけです。となると、おまあ、民主党から事実上割れた形でできた国民,の党だ国民の党を抱え込んでも160しか形成できないわけですね。 となると、まあ他に、まあ保守政党、まあ穏健保守政党である正しい政党とも少なくとも連携をするというようなことが必要になっていきます。果たしてそれがまあ本当に可能なのかですね。まあそれが非常に重要な課題であるというふうに言えるかと思います。で、まあ韓国では、このような状況からですね、新しい政権は誰になっても やはり与野党が協力をして国政を運営していく、まあ、いわゆる協地ですね、協力をして納めると書く、協地が必要であるということが言われてきているわけですけれども、この本当にこの協地、協力して納めるということが可能なのか。 まあ過去の韓国政治の例からすると非常に難しいわけですね。やはり保守と進歩の対立というのが非常に激しかったのが過去の例ですから、今回、境地が本当に可能なのかということが問われているかと思います。でそのような観点は、文大統領は非常に強く意識していると思いますで。それを意識したのが国務総理の人事であるというふうに言えるかと思います。 国務総理候補としてイ・ナーギョン全ナンド知事が指名をされましたけれども、ーまあ、このイ知事の総理起用というのは、まあ、いい言葉で言えば国民統合のための人事ですけれども、まあ、直裁に言えば国会対策の人事であるというふうに私は考えております。 えま共に民主党が多数を形成していくためには連携をする、あるいは統合していく、他の党、国民の党を統合するにしても、他党と連携をするにしても、ですねやはり対野党関係が重要になってくるわけで、そうするとまあ野党にも受けのいい人が必要である、国民の党との関係からしても、稲城の知事というのは適任でありますし、 そして、野党との関係においても、まあ、いい知事、過去には国会議員でしたけども、まあ、やはり、穏健な人柄から、まあ、摩擦を起こしたことはほとんどない。まあ、こういう観点から、いい知事を総理候補に指名したのではないかというふうに思います。もちろん、正式な就任には国会の人事調問会を得て、国会同意が必要ですから、まあ、そういう意味では同意を得やすい人事と。 こういうことも当然念頭に置いているかと思います。まあ、日本から見ればイナギョン知事、韓国を代表する親日派でありますから、当然いい知事が国務総理になれば日韓関係にはあプラスになることは間違いない。ただ同時にですね、やはり国務総理というのは。 内政,内政を司るポストですから、まあ、外交安全保障への影響というのは限定的であるということも当然、抑えた上で考えれば、それでもです、ね、日韓関係、今なかなか好材料を見つけにくい状況ですので、そういう状況の中で、一時が国務総理になってくれれば、日韓関係にはプラスであるというふうに私は考えております。 でこのようにですね、えーまあ、選挙結果、そして実際の国会での勢力分布からして、文政権は非常に困難な構造的な要因を抱えているわけですので、この文政権が果たしてうまくやっていけるのかどうかというのは、世論がやはり重要になってくる、世論がこの文政権をどれだけ支持、サポートしてくれるのかというのがまあ非常に重要だと言わざるを得ません。 まあ弾劾の後の大統領なので、まあ、国民の期待は非常に高いことは事実です、でまあ、これまでのところ、ですねやはり文大統領を温かく見守ろうと、なんとかサポートしようというような雰囲気は、私は韓国の中にはあるというふうには思いますので、まあ、そういった雰囲気をですね、 できるだけ維持をできるように慎重に国政運営をしていくということが重要かと思いますそしてまあ何よりもですねやはりムン・ジェイン大統領最大の課題は国民とコミュニケーションを取ることによって評価を受ける、まあ、それはパク・クネ政権の裏返しなわけですねパックネ政権が失敗したというのはやはり国民とコミュニケーションが全くなかった それによって閉じられた政治だった。蓋を開けたら、あなんか,分かわけのわかんない人が全部コントロールしてたんじゃないのという、まあそういうことを受けての文政権の発足なので、できるだけ開かれた透明性の高い、かつ国民とコミュニケーションを取る、まあそういうことを重視せざるを得ない、つまり世論を重視せざるを得ない、まあそういう大統領であるというふうに言えるかと思います。でそういう、まあ、文さんの言葉、 をムン・ジェイン候補5月この9日の投票締め切りの直後にです、ねまあ、出口調査の結果を受けて事実上の勝利宣言をすぐ出しましたけれどもその勝利宣言ではムン大統領はこう言っています国民が熱望している改革と統合この2つの課題はすべて成し遂げますというふうにムン・ジェイン候補、まあ、大統領はおっしゃいました。 この改革と統合ですね、果たして本当に両立が可能なのか、容易じゃないですね、改革というのは言うまでもなく、朴政権に代表されるうーまあ保守勢力が9年間統治を行ってきたことによるさまざまな弊害というのを果敢に改革するんだというのが、あ文候補がかねてから言っていたことでありますま。しかし、同時にそういった改革をすればするほどですね、 保守勢力からの反発は必至であります。となると、国民統合、国民和合というものは、さらに困難になっていく、まあ。つまり改革をすればするほどですね、えー、統合というものが難しさを増していく。まあ、こういう考え方によっては、二律背反的な二つの課題というのを、文大統領はいかにして両立をしていくのかというのが、まあ、非常に重要だと思います。 で、人事の観点からは、まあ、国民統合という観点から、まあ、イナギョン国務総理候補を指名をしました。そして改革という観点から、青瓦大の施設長に比較的若いイム・ジョンソクさんを指名をしました。そして国家情報委員長という、まあ、韓国で最も重要な権力機関ですね、情報機関の委員長に、ソフンさんを指名しました。まあ、このイナギョンさんが統合を象徴する人事であるならば、イム・ジョンソク秘書室長、 そして国家情報委員長のソフムさんというのは改革を象徴する人事であるというふうに言えるかと思います。まあ、ここでも一応バランスを取っているということが言えるかと思います。そしてまあ今後、人事がさらに拘束人事が発表されると思いますけれども、やはり一番重要なのは青瓦台の人事、大統領府の人事であります。まあ、韓国は大統領を中心性、極めて大統領の権限,権限の強い事実上の大統領中心性、 ではありますけれども、おー、まあ、議員内閣制が加味された大挙党制なんですね、正確に言えば。したがって国務総理がいますし、各部長官、国務会議というものがあります。したがって、ま、長官人事、総理人事というものも重要ではありますけれども、やはり国政運営の中心は大統領であり、大統領を取り巻くスタッフであります。でとりわけ今回の場合は、 あ国務総理が承認されて、さらに組閣が完了するまで、最低でもやはり1ヶ月程度なわけで場合によっては1ヶ月以上かかることが予想されますので、えー、政権初期の国政運営は、従来以上に成果台中心にならざるを得ません。 したがって聖華大に誰が入るのかというのが極めて重要であります。まあ、今のところ、また主要ポストの半分弱程度しか発表されていないので、何とも言えませんけども、聖華大はどちらかというと、改革中心の理不尽で臨んでいく可能性が強いというふうに思っております。ただしですね、えー、まあ我々日本の観点から、あるいはまあ韓国の中でもそういう見方がありますけども、 ムンさんを取り巻く人たちというのはやはりノムヒョン政権のときの中心にいた人たちが多いんですね。となると、筆胸、ムン・ジェイン政権もノムヒョン政権のときの人たちが再び青瓦台に入って、まあ、ノムヒョン政権と似たような形になるんじゃないかというような見方が韓国の中でも実はかなり強いそうなるとちょっと心配だよなという見方も日本のみならず韓国の中でも強い。 ムンさんはそれをかなり意識していいいることは間違いないですしたがって、ムン・ヒョン政権の、まあ、経験ですね、まあ、いい意味でも悪い意味でも、ノミョン政権の経験、そしてそれを見る国民の目というものを踏まえた形で、青瓦台の人事を進めていくことになるというふうに言えるかと思います。で具体的な課題については、あ出口調査の時に、 誰に投票したんですかというのと合わせて、まあ、次期政権の国政課題等に関する一種の世論調査を見いたものが行われているようであります、でまあ、それを参考までに持ってきたんですけれども、次期大統領の国政方向、まあ、どういった点により重点を置くべきですかという質問に対しては、 半数以上が国民統合というふうに答えています、51.4%、そして2番目が、まあ、過去の不正や腐敗などの清算というのが45%という答えになっております、したがって国民統合が、まあ、国民の観点から見ても重要であると、まあ、ただしこれは文政権に限らずです、ね、歴代の政権すべてで言われてきたことであります。そして、ねまあ、2番目に最優先課題 国政検案、最優先の国政上の検案は何ですかという問いに対しては、これも半数以上は経済活性化と雇用創出であるというふうに答えています。で、2番目が13%で改革というふうに答えています。やはり経済に対する関心が高いということが言えるかと思います。そして3番目に、社会でまず改革すべき部門はどこですかと、 いう問いに対しては、政党国会というふうにの答えが半数以上で、で2番目がまあ今回の朴政権のさまざまなスキャンダルで話題になった検察ですね、検察を改革すべきという答えが18%、それに対して政党国会というのが53%、まあ、つまり政治不信が強いということも伺かえますので、まあ、こういった部分での改革にも取り組まなければいけないですし、そして、えーまあ 4番目が私、若干興味深かったんですけども、まあ、福祉ですね、社会保障に対しての意見を聞いたのに対して、多くの国民がですね、私がさらに税金を出しても、現在よりもさらに福祉のレベルを上げるべきだと、要するに自分がもう少し負担をしても、やはり社会保障水準上がるべきだと考えている国民が約半数いるということですね。 で、これはあの、まあ、私が普段お話をして、これまで話をしてきた韓国の方たちというのは、高齢化社会でこれから大変だということは認識してるんですけども、まだこう差し迫った課題として十分認識されてなかった部分が多いんですけども、いよいよ、やはり社会保障問題というのが、韓国でも国民一人一人が認識をせざるを得ない、 という、まああの、かなり身につまされた課題になってきているというのが、まあ、この調査から私、を伺えるんじゃないかなというふうに思いました。そして、まあ、最後にですね、今回の大統領選挙では、憲法改正というものが、まあ、一つの、まあ、異臭っぽいものとして登場はしました。まあ、つまり、パックネ政権の失敗というのは、あまりにも大統領に権限が集中しているからであると。 まあそういったその大統領中心の制度というものを変える必要があるんじゃないかと。まあ、その大統領中心性を規定しているのは憲法でありますから、憲法を変えるべきだという、まあ、ある程度の国民的なコンセンサスはありました。まあ、世論調査によれば70%以上は憲法改正に賛成をしています。ただし、どのような憲法改正にするのか、どういった形で権限を分散させるのか、縮小させるのかという点については、 国民的なコンセンサスは形成されていませんし、各政治勢力の間でも意見が分かれています。で、世論調査によればですね、えー、まあ5年1期を改めて4年10人制、まあ、つまりアメリカの任期と同じ形にすべきではないかとおいう意見が一番多いわけであります。で、ムン大統領も選挙キャンペーンではこの形の憲法改正を主張していましたし、そしてさらには選挙キャンペーンの中では 来年の6月、統一地方選挙の投票の時に、憲法改正の国民投票も実施するということまでおっしゃいました。したがって、まあ、憲法改正というものが今後国会で議論されていくことにはなりますけれども、国民的なコンセンサスが十分形成されていない中で、果たして憲法改正が本当に可能なのか。多くの専門家は、懐疑的、否定的に見ています。難しいであろうと。 いうふうに考えていますけれども、まあ、くしくも今年は1987年の民主化憲法、現行憲法の制定から30年の節目になります。まあ、そういう点から憲法改正問題というものが、まあ、真剣に議論されてしかるべきであるというふうには、ああ、まあ、私も考えていますし、韓国民の多くもまあ考えてはいます。ただし、憲法改正となると、ものすごい政治的なエネルギーが必要になります。 はっきり言って、今の文政権の置かれた状況は、憲法改正にエネルギーを注げる状況では全くないです。内政上、外交上、あまりにも他にやるべきことがたくさんありすぎますので、おそらく憲法改正というのは、そういう観点からも難しいのではないかなというふうには考えています。そして最後にですね、外交上の課題であります。一言で言えば、 喫緊の課題は台米関係であるというふうに私は考えています。喫緊の課題は台米関係なんですけども、文政権の最大の外交上の目標は南北関係の改善にあります。したがってまあ順序としては、あーまあサードの配置等で、えー、まあ若干今摩擦が起こるかもしれない台米関係というものをまあしっかり管理、マネージをして、 そして、まあ、強固な米韓同盟を基盤としつつ、南北関係の改善を進めていくというのが、ムン・ジェイン政権の政策の、外交政策の方向性であるというふうに言えるかと思います。で、まあ、一番最初にトランプ大統領と電話をし、習近平主席と電話をし、安倍総理とも電話をしました。で、まあ、まだどうなるか、外交安保ラインが定まって、人事が決まっていないので、どうなるかわかりませんけれども、まあ、韓国のメディアの報道等によれば、 まあ、早ければ6月にも大統領の訪米があるのではないかというふうに言われています。まあ、なぜ6月かというと7月に G20 がドイツであるんですけども、まあ、マルチの場で、ええ、まあ、いろいろな首脳と会うよりかは、それより先にやはり単独で、ええ、アメリカの同盟国の首脳と会っておく必要があるんじゃないかという、まあ、そういう問題意識から6月首脳会談説というのが出てきているというふうに私は理解をしています。ただ、他方で、 えーまあサードの問題等をめぐって韓国の中では、さらにはムン政権の中ではですねアメリカに対するまあ一種の不満のようなものが高まってきているのも事実です、まあ、つまり、サードの配置というのがあ事実上、えー、まあパク政権が空白の中で,ですね早期に配置がされてでさらにトランプ大統領があまあ10億ドル出せと。 を言ったわけですから、まあ、これは韓国の国民が聞いていた話と違うわけですね、設置費用はアメリカが持つというふうに、韓国の国民は聞かされていたわけですからな、なんでそういうことをいきなり言うのという、しかもです、ねまあ、あの政権が、韓国が今、政権が実施をない中で、えー、とっとと配置をされて、しかも金まで出せと、おまあ、こういう国民感情というものはあります、政権の中にもそういう感情はあります。 という観点から、まあ、やはりまず真っ先にアメリカとそういう、まあ、わざかまりといっては言い過ぎですけどもそういう摩擦の種というのを早く取り除く必要があるというふうに思います、まあ、政権も、文政権もそれは重要十分認識をしておりますで、まあ、さらにそれとの、まあ、コインの裏表の関係で対中関係ですねサードの問題で、まあ、中国との関係非常に今悪化をして いますもう改善をせざるを得ない状況にあるかと思います、まあ、よくムン政権の対中関係どうなるんですかと質問を受けますけれども、まあ、これはムン政権に限らず、ですね誰が大統領になっても中国との関係はもう改善せざるを得ない終えません、韓国の現実からして。まあ、一つはよく言われているように、最大の貿易相手国は中国であります、まあ、韓国の経済にとって中国がなくてはならない相手であります。 そしてもう一つ、文政権にとってより重要なのはあ、やはり南北関係を改善していく、北朝鮮問題に取り組んでいくという観点からは、やはり中国の協力というのは、まあ、不可欠です。不可欠です、まあ。パク政権もある意味そういう観点から中国との関係を重視してたわけですけども、文政権はある意味でパククネ政権以上に中国との良好な関係を必要とする。 まあそれは北朝鮮との関係改善、対話というものを目指していくわけですから、そういう意味ではまあ中国と北政策、朝鮮半島問題については、考えがかなり共通する部分があります。まあ、北朝鮮核問題についてもですね、中国はかねてから対話での解決というものを一貫として主張しているわけですし、今、ムン政権というものも、パク・クネイ・イ・爆政権に比べれば、 あそういった対話で解決していくという色彩がより強く出てきますからそういう意味ではあ、まあ、立場をある意味同じくする中国との歩調を合わせていく協力していくという立場はより強く出てくるというふうに思いますただあ国民感情があ、まあ、韓国の中の対中感情が、まあ、い,いかんせんよくないので,です、ねえーまあ、そういったところは急速なあ関係改善ではなくて、えー、慎重に進めていくということになります え、ま、個別の検案という観点からやはりサードの問題というものが重要であります。えー、ま、もう配置をされてしまっているので、え、これをま、白紙化する、取り除くというのは現実的には不可能だというふうには思いますけれども、お、ムンさんは選挙キャンペーンではこう言っていました。運用についてはアメリカと協議をしていくんだと。もう置かれているものは置かれているんだけども、これどうやって使っていくのかについてはアメリカと話をすると。で、その過程で、 まあベ,ストでベストなのは国会で何らかのまあ同意を得る、まあ、つまり国民を説得して同意を得る、そして同時に国内的に同意を得ると同時に国外的にも中国、ロシアも説得をしていく、まあ、こういう時間、プロセスが必要なんだというのが文政権の立場になっております。その他にまあアメリカとの関係ではおそらく政治作戦統政権の問題というのが大きな意思として浮上してくると思います。 文政権は任期内での作戦統政権の移管というものを目指していることは間違いないので、まあ、今後、この問題での米韓関係の調整というのが必要になってくると思いますで、まあ、我々の大きな関心事は大きく2つ北政策と対日関係でありますけれども北政策については基本的には南北関係の改善を目指していくわけですけれども そこには大きく2つの制約国際的な制約と国内的な制約があるかと思います国際的な制約としては現在、国連安保理,、えー、理,事決議理事会の決議をはじめとして、えーまあ、制裁、圧迫というものが北朝鮮に加わっているわけでありますから、まあ、そういった国際的な包囲網を、まあ、韓国が勝手に崩すわけにはいかないというところ そして、ま、もう一つは国内的な制約として、やはり韓国の中でも北朝鮮に対する世論というのは非常に厳しいです。えー、とりわけ現在は、文政権の誕生を支持した20代、30代での再北認識というのが非常に厳しいです。まあ、なぜならば2010年の四ンピそして天安号の沈没事件によって、まあ、多くの若者が命を落としたわけですね。えー、まあ、徴兵に行かない若者、徴兵に行かなければいけない若者世代としては、やはりそういった北の挑発というものは、 許すべからざる行為でありますし、そして、まあ金正恩政権に対する認識というのはかなり厳しい。まあ、こういった国内的な制約、国外的な制約というものを、ムン政権も当然意識はしていますので、そういった観点からも、まずは国際的な制約を意識して、アメリカとしっかり意見をまあ調整するというプロセスが必要になってくると思います。でまあ、国内的な要因についてもそうでありますけれども、 おまあ、そういう観点からはかなり慎重に進めていくことは間違いないと思いますけれどもおまあもう早速おそらく秘密接触のようなものが場合によっては行われているかもしれないしもう早々に行うというふうに考えていいかと思いますというのはまあ まだ正式に就任をしていませんけども、国家情報委員長に指名をされたソフンさんというのは、まあ、国家情報委員の叩き上げの人でありまして、2000年2007年の第1回内理会南北首脳会談を事実上企画をして準備をした人でありますし、今回のムンジェインキャンプの外交安保政策の統括を務めた人であります。したがってまあ今後南北関係は国家情報委員を中心に進められていくと。 こういうふうに、まあ、秘密接触等の、まあ、下準備のところで、すね国家情報院がかなり中心的な役割をするというふうに言っていいかと思います。で、非核化についてはですね、えー、これはまあ明確な方針がまだ打ち出されていないんですけども、基本的には段階的なアプローチになる。まあ、つまり 非核化へのその誠実な誠意あるコミットメント、姿勢というものが当然必要になるわけですけども、最初からお前非核化しろ、非核化しろと言って、非核化を完全な入り口にしてきて何も前に進まなかったのがイ・ミョンバク・パックネ政権であるというのが、まあ、ムン政権の認識ですので、まあ、まずは、実験の停止モラトリアムであるとか、 あるいは、まあえー、プルトニウム等の生産の停止ですね、まあ、凍結であるとか実験のモラトリアムというところから入って、えー、そしてまあだんだん対話を進めていって最終的に出口で非核化をするというのが、えー、まあ大ざっぱに言って文政権が考えている非核化へのロードマップアプローチであるかと思います。まあ、それを果たして アメリカや日本をはじめとする国際社会が受け入れることができるのかどうかという問題はもちろんあろうかと思います。まあ、そして、そういったその段階的なアプローチ、非核化に向けた段階的なアプローチを取りながら、同時に南北関係を進めていくという、段階的非核化は段階的なアプローチであって、北朝鮮問題全般については並行的なアプローチであります。 でこれは中国が言ってるアプローチなんですね。まあ、いわゆるワン・イーフォーミュラと言われている非核化をだ進めると同時に平和体制への話し合いを同時に進めるという、まあ、中国の提案ですね。ワン・イーフォーミュラと言われている中国の提案とほぼ同じようなあ形になっているわけです。で、まあ、ムン政権はあ結局朴、朴槿ネイ・ミョンバク政権の9年間というのは まあ圧迫一辺倒であって対話が、事実上の対話がほとんどなかった、それによってむしろ朝鮮半島の緊張が高,高まったんだと、つまり安全保障安全保障というふうには言っ,言ってたけども、それは偽りの安全保障であって、緊張が高まったじゃないかと、それに対してムン・ジェイン政権というのは真の安全保障を目指すんだと、真の安全保障は何かというと、やはり朝鮮半島の緊張を緩和させることであると。緩和のためには やはりどうであっても対話は必要ではないかというのがムン・ジェイン政権のスタンスでありますしたがって何があっても対話は行うということは確たる意思がありますただしあんまりですね対話対話というふうに言って国際協調を乱してはいけないという認識もかなり強くあるかと思いますその表れが就任いわゆる就任演説ですね え就任した際にムン大統領、演説めいたものを行いましたけれども、その中では、まずワシントンに行くと、真っ先に言いました、あまあメディア等では、ですねムンさんが12月,12月頃に言った、アメリカより先に平壌に行くんだっていうのがまあ取り上げられて話題になりましたけれども、10日の演説では、まずワシントンに行くというふうに、アメリカを一番最初に言いましたし、米韓同盟をさらに強化すると。 いいうふうふにも言いましたワシントンに行く、米人に行く、日本、東京、そして平壌というふうに言いました、まあ、ほぼ100点満点に近い演説だったと思います、まあ、日本が2番目に来てれば、日本からすれば100点満点だったんですけれども、ワシントン、米人東京、平壌とえ、ワシントン、米人東京、そして条件が整えば平壌にも行くというふうに言いきました。 まあおそらくは任期内に南北首脳会談を明らかに目指すことになると思いますけれども、そのための条件を整えていくというのが、ム文政権の最大の目標になるというふうに言えるかと思います。対日政策については、ですねえまあい,いわゆる日韓の慰安婦合意については、再交渉ということをずっと言ってきているわけですけれども、 まあ本当に再交渉を求めるのかどうかはこれは分からないです昨日の安倍総理との電話では再交渉という言葉は使っていませんけれども同時に、まあ、韓国側の報道によれば多くの国民はまあ国民情緒上合意は受け入れられないと考えているという旨を述べたというふうに言っています、まあ、これは先ほど来私がお話をしているようにやはりそういった国民世論を意識せざるを得ないわけですね これは別に日韓関係に限ったことではなくて、あらゆる政策、あらゆることについて文政権というのは国内的な状況というのをかなり意強く意識せざるを得ないです。でとりわけ、慰安婦合意とサードの廃止というのは外交政策におけるパックネ政権の二大過去、過ちとして捉えられているので、そういう観点からは 日韓合意については極めて先進調に検討していかなければいけない。まあそういう観点から韓国の中で言われているのは、まず慰安婦合意については、パク政権がなぜどうして、どうやって合意に至ったのかと、あれほど安倍さんには合意、慰安婦問題解決するまでは合いませんと言ってたのになんで急転直下で合意をしてしまったのか。 という点に対するまあ一種の検証のようなものが必要であるというふうに言われていますし、検証という言葉を使うのは私は五感が強いのでやめた方がいいと思いますけども、最低限ですね、やはり今後どういうふうに、どういう方向性に行くのかという点からの検討というのは最低限必要ですね。というまあ検証検討作業に少なくとも時間はかかる。それを日本側としてはやはり見守るしかないというふうには基本的に、その結果、 再交渉を求めてくるのかあるいは別の形で何か拘続措置のようなものを求めてくるのかあというような判断が下されるというふうに考えていいかと思いますでまあ柔軟性が発揮しにくい状況であるというのと同時にやはり合意、まあ、とりわけ慰安婦合意というのは2国間の合意、まあ、当然あの国際的にあの評価されている合意ではありますけども、まあ、やはり相手がいることなので 韓国側の立場も当然重要なんですけれども、日本がどういうふうにそれに対してこう答え、まあ、相互作用ですね、相手との関係性の中でやはりそれは決まってくるので、そういう意味でやはり日本がどういう立場を取るのか、すぐにプサンの像をどかせと言って強く言うのか、しばらくはまあ政権のムンさんの方向性が出てくるまでは、まあ、しばらくは注意深く見守ろうということなのか、まあ、そういうことによってもやはり,変わりかなり変わってくると。 いいう,うに言えるかと思いますえそして最後に、ですね、えーまあ、米韓関係、えー、中韓関係、えー、北関係、日韓関係含めて、青瓦台中心になると思います、あのまあ、昨日、青瓦台の組織改編が行われましたけれども、国家安全保障室が強化されました、あ相当強化されると思います、えーまあ、これはノミホン時代の NSC とほぼ同じ機能を果たすことになると。 思いますのので国家安保室中心の体制になりま,すまあ人員だけ見てもパク・クネ政権の国,国家安保室から、まあ、約2倍の人員が配置されるようでありますしそして秘書官も、まあ、1.5倍近いものが置かれるということなので国家安保室長に誰がなるのかあそして、えー、次長が2人おこな置かれることになりますけども国家安保室の1次長2次長が誰になるのかというのがあ、まあ、外交の観点からは極めて重要な人事になると。 いうふうに言えるかと思います。えー、以上で、えー、終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。えー、西野先生どうもありがとうございました。あの大統領選挙の分析をですね、えー、データを使われて実証的に説明していただきました。えー、まあ外交ですけど、まああの多分時間が足らなかったんだと思いますが、だいぶ駆け足になりました。あのこの後質問質疑に入りますので。 えもし関心があればですね、えー、外交なども含めて、えー、もちろん他のことでも結構ですが、質問をしていただければと思います。で、一応、司会者の特権ということで、一つだけ質問をします。えー、北朝鮮問題というのは、うん、アメリカや日本から見れば、あ核ミサイル問題であり、えー、拉致を含むまあ人権問題だと言っていいと思います。しかしかか韓国から見るとですねもう一つまた 大きな問題がありまして、まあ、南北関係ですね。つまり分断国家の一方として、南北問題というのは、ものすごく大きなイシューなわけですが、まあ、報道を見てますと、まだまだそれは触れられていなくて、あの南北対話を拙速に再開すると、日米間のに亀裂が入るとか、そういったあのことは書いてありますが、 つまり、韓国にとってのその対北政策、南北関係というのは、もちろん政権によって変わるわけですけど基本的にどんなことなのかということです、それが質問です、もちろんあの全部喋ると、それだけであの数時間かかってしまいますけどいわゆる講師だけでもですね説明していただければと思います、えー、ありがとうございました。あ まあ韓国における北朝鮮問題というものがどういうことなのかという非常にあの重要かつ難しい問題に対するご質問でしたあ現在のまあ文政権の認識をご紹介しますと先ほどまあ少し述べたんですけども朴槿惠・パクイ・ミョンバク政権つまり保守政権の9年間というのはとにかく北朝鮮の非核化というものをまあ掲げてはいたんですけども 非核化が進まない限りは南北関係も進めない、進めないという、非核化、そしてまあ南北関係というものをある意味こうセットで考えていたと。したがって非核化が詰まっているので、南北関係も詰まるというのが、まあ、イミョンバク・パクネ政権の9年間だったと。そうじゃないんだというのが、ムン政権の考えであるというふうに私は思います。非核化というのは当然重要だけども、 でも南北関係というものも重要であって非核化が詰まっているからといって南北関係も詰まらしちゃいけないんだとなぜならばやはり南北というのは分断国家であるし1990年代初めに結ばれた南北基本合意書で規定されているように北と南というのは統一に至る過程での暫定的な関係なわけですね、まあ、そういう意味からは、まあ、南北和解交流というものが韓国にとっては 必ず進めていかなければいけない課題なんだと。で、パックネ・イ・ミンバク政権というのは、それを全くしなかったじゃないかと。おかしいというのが、まあ,あ、文政権の方々の多くが考えているう南北関係に対する認識です。で、それは基本的には近代中政権、ノムヒョン政権の考え方とかなり似ているというか、まあ、ほぼ同じであ,ってあると言っていいかと思いますけども、ただ、ノムヒョン政権の時には、 あやはりそういった考え方が、ややもすれば、その我が民族同士というその北朝鮮が唱えているスローガンと、なんとなく共鳴しているかのように見え、そして実際にそのようなこう前のめった姿勢もおそらくあったのかと思いますで、それに対する反省というのは、当然、ムン・ジェインキャンプの中にはかなりあります、したがって、今回、南北関係の改善、対話というものを当然、進めていくことになりますけれども、 過去の経験を踏まえてかなり慎重に進める具体的にはアメリカとの関係をかなり密にしながら進めていくということになるというふうに思いますはいありがとうございましたでは会場から質問えあの挙手をされてマイクに行っていただいてお名前と所属等よろしくお願いしますあどうぞえそうですか 個人会員の川北です、えっと、先ほどです、ね、あの今回は1位と2位の差が一番大きかったというふうにおっしゃったと思うんですが、しかし、配られた資料を見るとです、ね、あの10年前の李明宏さんが当選したとき、このときは48対26で22ポイントの差がありますね、で今回は17ポイントの差だから、最大ではないんじゃないですか。 まあまあ、それが一つです、それとね、あとはその分散、まあ、いわゆる革新派というか、まあ、新北派というかということで、そうするとね、アメリカが単独で、単独ねっていうか、まあ、北朝鮮を攻撃するというのは非常に難しくなったんでしょうか。というのは、つまりあの、アメリカが北を攻撃する場合、単独で攻撃することは事、まあ、実上ありえないと思うんですよね。 おそらく韓国と共同でなきゃやらないと思いますから、あ,あるいはそれともです、ね、でもともとアメリカは、これ言ってるだけで攻撃するつもりなんかないのか、まあ、それはどちらなんでしょうか、まあ、まずそれがそうと、もう一つは、単独で攻撃する可能性は極めて少なくなったと言えるのかどうかということです。川北さんありがとうございいます、えー、一つつ目の質問については あ私の記憶では、もう一度確認をしますけれども、おそらく、あのー、率で見るとそうなんですけれども、多分票差が一番大きかったんじゃないかと思いますね、票,票の数ですね、え数がたぶん、確認をしてみますけれども、あの有権者数とかが違ってきていますのでえ、確か票の数では最も大きな差がついたのではなかったと私はあの記憶をしてるんですけれども、もう一度確認をさせていただきたいと思います。ただまあそういう、はいいは えあの率であの見ればおっしゃる通りだというふうにあの言っていいと思います、えそして2番目の、おまあ、アメリカの対北政策とのまあ関係性という観点からのご質問だったかと思いますけれども、まあ、トランプ政権の北朝鮮政策、最大限の圧力と関与、まあ、日本語で訳せばそうなると思いますけれども、お私はあのトランプ政権、あるいはトランプ政権というか、トランプ大統領の、 あ、まあいうキャラクターからして、えー、単独行動の可能性というのは、やはり必ずしも排除されないと思います。まあ、わからないという、<laughs> まあそれが最大のポイント、トランプ政権の北政策の最大のポイントは、どうなるかわからないというのが一番のポイントなんだと思いますけども、ただですよ、現実的に考えれば、あーアメリカ単独といった時の単独というのが何を意味しているのか、えー、要するに単独でするにしても当然、 えー、韓国、日本との協議なしの単独は、これはまあ現実的にはあり,ありえません、ありえないというふうに言えます、そして当然、えー、そういったコンサルテーションの申し出があれば、韓国は間違いなく絶対ノーですし、えー、果たして日本はイエスと言えるのかというのは重要な問題だと思います、で私は多分イエス、私がもしあのそういう立場に置かれたら、イエスとはなかなか言えないんじゃないかと。 いいうふうには思いま,すまあ、要するにイエスかノーを多分求めてこないで通報してくるという可能性は、本気でやる場合には、可能性は多いと思いますけども、現実的にはやはりかなりの犠牲を確保しなければいけません、ただですよ、あの軍事的な専門家の見積もりによれば、あの極めて短期に終わると。 もしあの全面的な戦争に発展するにしてもです、ね、圧倒的な攻撃力の差があるので、えー、考えられているよりもあっけなく終わるというふうには言われてますけどもあっけなく終わるにしても甚大な犠牲というのは当然伴います、まあ、それを確保するのかどうかということだと思いますで、えーまあ、あのトランプ大統領は私は 最大限の圧力と関与という一応あの、名称で定式化をしましたけども、あの一番の観点はやはり、オバマとは違うことをするっていうのが重要なあの政策の高いろ事項なんだと思います。したがって、これまでオバマが全くやってこなかった中国に本気で圧力をかけて、えー、動かすということを今やっているわけですし、でもう一つ残されているのは、オバマがほとんどやらなかった。 北と対話をするであよくばリーダー間の首脳会談もやるというオプションも私は捨ててはいないと思うので、えーまあ、どちらの可能性もあるんじゃないかというふうに思いますで、えーまあ、私は個人的に考えているのはあ、まあ、当然圧迫局面を転換していくのは容易ではないですけどもお条件さえ整えば、まあ、要するに北側がそれなりのお条件を提示してきて、えー、くれば 私はアメリカも台湾モードに転換すると、ま、関与モードに転換するというふうに見ていまして、えーまあ、その時にですね、えー、果たして、えーまあ、日米間協調、あるいはまあ日本とアメリカ、韓国、それぞれの2国間の関係というのがあ緊密に協調を維持できるのかというのが、まあ、むしろ大きな課題になるかというふうに思います。で大きな流れで見れば、大きな流れで見れば、まあ、今年だけに限ってみても、 秋には、ノムヒョン大統領と金正恩総書記の首脳会談から10周年ですね、まあ、10.4、10周年記念がありますし、そしてまあその先には、平昌冬季五輪というものがあります。まあ、こういういくつかの南北が交流する、あるいはまあ対話を深めていくようなきっかけになる。 まあ、その前には夏におそらく、離散家族というものが当然想定されますけれども、まあ、こういういくつかのモメンタムになる、まあ、重要なきっかけになるようなものがいくつかあるので、そういったところをいかにして生かしていくのかというのが、まあ、ムン政権のまあ課題だと思いますし、まあ、そういったところで強調していけるように、アメリカと密に協議をしていくということなんだろうと思います。はいあじゃあどうぞ 個人会員の笹島と申します。えー、西野先生はあの昨日付のですね、えー、と毎日新聞においてもあのインタビューにお答えになっていらっしゃると思いますで。その冒頭においてですね、西野先生は、えー、文在寅についてですね、えー、これを左派あるいは反日と。 いう,ふうにレッテル張りするのは正しくないとおっしゃっているわけなんですが、ちょっとその後の,あのインタビュー記事を拝読いたしましても、ちょっとその理由がよくわからないで、そこをちょっと教えていただければと思います、左派対保守という韓国政治に対する捉え方というのは、韓国メディアでもよく出てくる表現ですし、なぜ左派という表現がいけないのか。 えー、今日の先生のお話ですと、えー、保守対、えー、進歩というお話をなさいました。それでは文在寅の言っている政策というのは進歩的なのかと、ちょっと疑問に思うんですけどね、えー、彼の政策自体を見て、なぜそう捉えられるのか。 普通に左派といって、なぜおかしいのか、それはおかしいのかということですね、それと反日については、これは今回の大統領選挙においては、すべての候補が反日的と見られておりました、その中でムン・ジェインは、この日韓合意につきましては、再交渉すべきという最も強硬な姿勢を示していたという点で、これを日本のメディアが反日的と捉えて、なぜおかしいのか。 もしレッテルを貼るとしたら先生はどう貼るのか、理想主義的貼るのがよろしいのでしょうか、あるいは武装化とレッテルを貼るのがよろしいのでしょうか、どういうふうに見ていらっしゃいますでしょうか、はい。佐々山さんありがとうございました、えー。あの毎日の記事も読んでいただいたようで感謝申し上げます。あの私があのまあインタビューというかあの聞き取りの中で申し上げたかったのは、えー、サハ。 左派であるとか、親日であるとかというレッテルをまず貼ることなく、ムン・ジェイン政権が置かれている、き、まあ、今日のご報告でもお話をさせていただいた、ムン・ジェイン政権が置かれている状況というものをまず理解をして、そこから韓国との関係を考える必要があるということを私は申し上げたかったわけです。したがって、えー、まあ本日お話をしたように ムン政権が置かれている環境を考えれば、そもそも日本に対して柔軟な政策を取るのは困難であるということをまず認識をする必要があるんじゃないかと、したがって思想的に反日だからだめだとかですね、左派だからだめだというような観点から望んでしまっては、韓国との関係は十分に、日本の望むような関係は、 構築できないのではないかということをまあ申し上げたかったわけであって、えー、まあそれ以上のものではないというふうに思います。まあ、あの、左派とか、まああの、あのインタビューでは格好付きで使われてたと思いますけども、言葉は左派とか反日とかというものをまあどういうふうに定義するのかという問題はもちろんありますので、あのそれはそれぞれの 方の定義を伺わないと何とんも言えませんけど私はとにかくその反日であるとか左派とかいう言葉でレッテルを貼るよりかはまずムンさんの置かれているムン大統領の置かれた国内政治的な状況そして外交的な課題というものをまず考えてそこから韓国との関係を構築していく必要があるのではないかということを、まあ、あのインタビューでは一番申し上げたかったことです。 えー、ありがとうございました。その他質問ございますか。あ、ゴビさんどうぞ。あ、あの東京新聞のゴミと申します。今日はお話ありがとうございました。あの米韓同盟についてお聞きしたいんですけれども、あのここにも、えー、戦時作戦党政権の任期内の返還っていうのが書いてあります。ノムヒョンさん時代のことを思い出すとですね。 えとブッシュさんにかなり強引にですね持ちかけて、えー、戦時作戦統制権の返還を求めた上で、あとソウルにある四三基地の、えー、移転などをして、米韓同盟を少し整理した上でえで、ー、南北首脳会談に臨んで、えー、臨んだっていう記憶があります、ノムヒョンさんはですね。先先ほど西野先生は アメリカとの関係を密にしてとおっしゃいましたけれども、ひょっとしてムーンさんはですね、えー、ノムヒョンさんと同じようなことを考えているんじゃないか、ちょっとその米韓関係を整理して自主的な路線に変換した上で、えー、金正恩と会おうとしているんじゃないかという気がするんですけれども、今後の米韓関係の行方というのをどんなふうに見ていらっしゃるか、まあ、それが日本に与える影響というのもあると思うので、えー、そこら辺の展望を教えていただけないでしょうか。 ごごんさありがとうございま,した、えー、まず、ノムヒョン政権の時に目指された米韓関係というのは、ノムヒンさん自身の言葉を借りれば、水平的な米韓関係であって、具体的な政,的な政策課題としては、えー、地位協定、ソファーの改定と、そして戦時作戦党政権の移管というのが、ノムヒン政権の時の最大の課題でありました。 まあ、ソファの問題については、実質的にはまあ運用改善という形で落ち着いたわけですけれども、新作戦闘政権、オフコンの問題については、あまあえー、返還をするということで、まあ、一度は合意をしたわけですね、まあ、それをイ・ミョンバク政権、ックネ政権で、まあ、再延期、再再延期をして、現在は2020年代中盤に、韓国の条件が十分に整えば引き受けるという形になっているわけです。 ムン政権が目指しているものも、まあ、基本的にはあの概念としては私はノムヒョンさんとは同じだと思いますし実はそれはまあ韓国の中ではある程度コンセンサスがあるというふうに私は思います戦時、まあ、作戦統制権の問題というのはとりわけ国家主権の問題として強く認識されているのでできるだけ早く引き受けるということについては韓国の中では一定のコンセンサスがありますただし 北朝鮮問題に関する状況が、まあ、極めて今、状況が安全保障環境がよろしくないのでそれを延期するというのが、まあ、イン・ヨンバク・パクネ政権の決定だったかと思います。まあ、基本的にいわゆる保守的な考えの方々というのはあできるだけ安全保障環境がきちんと整う時に引き受けたいという、まあ、考えかという,ふうに思います。でそれに対して その他の方々というのはいやもう韓国というのは十分に自分たちの安全保障は自分たちに守れる力業があるんだから早く返しても問題ないというふうに考えていると思いますしもうすでに返還を約束をしてプロセスを進めてきたので今となっては多くの国民は今、復帰受けてもそんなに問題はないんじゃないかと。 いうふうふに私は考えていると思いますので、文政権もそういった国民的な意見というものを基盤として、おそらく進めていく、アメリカとの交渉を進めていくんじゃないかというふうに思います。全般的に見て、アメリカとの関係については、同盟関係は維持する、ただし、韓国の方々にとって重要なのは、 やはりその朝鮮半島の問題は韓国が当事者なので韓国が主導権を取るんだと要するに朝鮮半島問題に関わるさまざまな政策、まあ、北朝鮮核問題もそうですしその他の安全保障問題朝鮮半島に関わる問題については韓国がドライバーズシートに座りたいんだというのが一番の思いなのでそこさえ確保されていれば 米韓同盟がどうこうというここととといいいでは私なは思ます基本的にやはり南北関係を中心にその他の政策が派生してくるというのがムン・ジェイン政権の大きな特徴になるでしょうし、まあ、過去のノムヒョン近代中政権も基本的にはそうでしたただし近代中政権の時にはあ南北関係を動かすためにはまあ緊密な日米韓の協調というものが必要だというスタンスであったのに対してノムヒョン政権は 政権発足のきっかけとなったのがやはりアメリカとの装甲車の事件ですね女子中学生が2人ひかれて死んだという、まあ、そういうその経緯もあったのでそこからやはり水平的な米韓関係というものを同時に追求するというのがナムヒョン政権で出てきたわけですけどもムン政権についてはおそらく多分 近代中政権とまあ野村政権の多分中間的なアプローチになるのではないかなというふうには考えていますちょっと暫定的な見方ですけれども以上ですはいよろしいですかあ、どうぞ田村さんですか、はいえー、個人会員の田村玲子と申します あの戦時作戦計画ですけど、オペレーション5027ってよく言いますが、5027は全面戦争の時で、あと他のなんかいろんな番号がついた、5030とか、5026とか、なんとかってこう、それどう違うのか、それを教えていただき、はい。えっ、ー、と、えー、戦時作戦統政権とは別にですか。 戦時作戦統制権の話ではなくて、戦時,作戦統制戦時,戦時計画のオープラの話ですね。そうですオ,オープラについては、えーあのじ、実は報道ベースでしか報道、報道ベースが、まあ、公表はされていないので、あの具体的な詳細はあの私も正確には把握していませんし、今、5027とか5030とか、5015とか、 あの、いろいろ、お、あることは、承知をしていますけれども、あの、今この段階ですぐその内容を詳細に申し訳ありません。あのお、お答えすることはできないというか、あの、私の知識がそこまで、え、ないので、え、答えることは、あ内容の詳細について答えることは差し控えたいと思いますけれども、ただ、あまあ私の知っている範囲で申し上げたいことがあるとすればですね、えー、オープランですね。えー、オープランについては、 これはあのアメリカと韓国が共同で作る計画なんですね。韓国の防衛体制というのは現在米韓連合司令体制になっていて、基本的には戦時にはアメリカの司令官が作戦計画を主導することにはなっていますけども、まあ究極的な枠組みとしては米韓両国の大統領の委任を受けて えー、米韓両国の、まあ、生と服の司令官がいる米韓連合司令部において作戦を遂行するという体系になっていますのでそういう観点からオープランも米韓連合司令部の中において米韓で両方ともに相談、協議をしながら作っているというのがオープランです。ただし いいまあ、実際に何か有事が起こった際には連合司令部が主導するわけですけども日本の観点から重要なのはあそこにおけるその物資等ですね、まあ、要するに後方支援を行うのはアメリカ太平洋軍司令部ペイコムでありますのでそういう観点からは在日米軍、在韓米軍というのはペイコムの傘の中に入っているのでもし有事になった際には あ当然、在日米軍がかなり後、ま、方、あ、支援としては重要な役割を果たさざるを得ないしたがって有事が起きた時には、まあ、自動ほぼ自動的に日本も巻き込まれる覚悟を相当し,しておかなければいけないとさらに、まあ、新安保法制ができましたのでそれによって、えーまあ、より 後方いい、ね、支援に関与する度合いが高まっていると、まあ、こういう現実を踏まえた上えで朝鮮半島の情勢ですね、えー、というものを真剣に、まあ、対岸の火事ある意味で本当の対岸の火事では全くなくなってしまっているわけなので、まあ、そういう観点からあーその例えば今の北の危機の問題とかっていうのを考える必要があるのではないかなというふうには思っております。 はいありがとうございました時間も来ておりますので最後もう一問だけいいですかじゃあよろしくお願いします、えっと、個人会の原田と申しますあの内政ですけれどもまあ私は韓国そんなに詳しくないんですがいろいろあの聞いておりますとまあ若者と高齢者がですね非常にまあなかなか先生もさっきおっしゃいました就職のこととか大変な状況に置かれているとでそのなんかあの若者なんかでもその在学が非常にまあ 国内のの多くの経済的な位置を占めてるとでなんか小さい小企業がやることまで大閥がやってるのをちょっと聞きましたけれども、なんかその財閥をある程度こうなんかあの規制してですね、戦前の日本じゃないですけど、財閥が非常に幅が利かせても、もっと規制して小企業はあの守るとかですね。 あるいはその労働者保護も、財閥も,もう10年か15年したらもうやめ,なきゃいけないやめさせれるとか、ですねそういう労働者保護っていうのはどうなってるのか、それからあの過去はどういうふうにしたのか私は知りませんが、それから年寄りの年金ですよね、高齢者も半分以上はなんか貧困状態にあるとか、年金が全然足らないと、パク・クネ大統領は年金を増やすとい結局だめで、自分だけ年金つけちゃったというような感じで、なんかそのあたりは過去、いろいろその革新政権もあるんですが、トライはしたんでしょうか、うまくいってないんですけれど。 えー、原田さん、ありがとうございましたあの、私なりに整理をすると3つの観点、つまり世代間の格差、2番目に財閥の改革の問題、3番目に社会保障の問題というような問題提起であったかというふうに理解をさせていただきました、1番目の世代間の問題については、これは要するにも経験しているものが全く違うということですね、えーまあ、60代以上の方々はやはり、パク・ション・比の時代、60年代、70年代の高度経済成長時代、 から、まあ、あんなに貧しかったけどもおせ、とにかく成長したんだという経験ですね、まあ、それが非常に強い、まあ、だからこそその力がパック・クネさんを大統領にある意味いい、押し上げたわけです。で、他方で今の20代、30代というのは、まあ、30代については、やはりそういったいわゆる権威主義的な政権ではなくて、近代中の無ヒ政権をある意味、原体権として持っている。 でもその後イ・ミョンバク・パク・クネ政権が、うんえー、来てなんとなく社会的にちょっとこう行き詰まった閉塞感みたいなものを感じただから変えたかったという、まあ、やっぱりそ,それぞれの世帯が経験してきている。 体験がやっぱり違ううんんだと思うんですねそ,それが今回の行動投票行動にもかなり大きな影響を与えたのかなというふうに思います、それからまあ財閥の問題は、これはもう80年代から韓国、歴代の韓国の政権がすべて取り組んできている問題です、それにもかかわらず、問題が十分是正されないのは、やはりこれは韓国の,その60、70年代に作られた経済構造というのが、非常に強固であると。 いうことであるし、まあ、財閥を潰してしまうと韓国の経済がダメになってしまうんではないかという、まあ、一種の,その恐れ的なコンセンサスがあるただし、今回改めてですね、まあ、まだあの真相解明の半ばでありますけどもいわゆる政権癒着がまた起こったのかということで今度こそはなんとかしなきゃいけないんじゃないのと。 ういう思いはかなりあるとは思いますし、中小企業も含めたその経済構造の改変というのは、かなり真剣に議論されることになると思います。そして最後に社会保障の問題、まあ、先ほど私あの少し申し上げましたけども、韓国の方々もやはりかなり真剣に考えるようになってきているというふうには言えるかと思います。まあ、80、90年代に入ってからですね、 本格的にその社会保障制度が整備,はは整備され始めて、えー、やっとです、ねえー、今その、今60歳ぐらいの方ぐらいから、本格的な社会保障が、まあ、年金のようなものがもらい始めるようになってきているのが現在の韓国です、でそういう意味ではそので、でもそういう世代も、ま,あ、まだ初期的なこう制度ができたばっかりの時の恩恵を受けているので、まだ十分に保障されていない。 例えばタクシーに乗ると、かつてはその大企業で役員をされてたような方が運転手をしている。なんでですかと聞くと、いや、まだまだ、あの、うちの家内から足りないから稼いでこいと言われて、しょうがなくやってるんですよと。年金をもらっていてもですよ。というようなやはり方々がいるわけですね。そういう問題が今、韓国の社会の中でどん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 認識され始めているので、そういう問題に取り組んでいかなければいけない。幸い、韓国は、まだその、財政的な あの赤字というのは、日本に比べれば玉、日本が悪すぎるので、比較の対象にはならないんですけれども、総対的にはいいんですけども、今後、どんどん深刻になっていくことは当然予想されているので、まあ、そういう問題がまさに文政権が取り組んでいかなければ課題なんだというふうに思います。他方でそういういい長期的な観点から政策を立て,ていくと今すぐの 身に感じることのできる成果を求めている国民の期待には応えられないわけですね、まあ、そこがやはり、そこの割合をどういうふうにムン政権が安倍していくのか、取り組んでいくのかというのが、まあ、重要なのではないかなというふうに思います、はいえー、ありがとうございました。会会場の質問でですね外交安全保障から経済社会格差まで出ま出して 西野先生にには個別に答えていただきましたでちょっとあの、まあ、最後に雑談的なことを一言と思いまして、あの今日のお話の中では、ムン・ジェインという人のです、ね、人柄がの話はあまり出なくて、もちろん時間もなかったんですけど、まあ、地味な人だと言ってはいますが、大変な苦労人なんですね、でそれは新聞でも出てると思いますが、両親があの北朝鮮から逃げてきた、つまり難民の子供なわけですね。 そのあの両親はあの北朝鮮のフンナムというところから船で逃げてくるんですけど、これがあの韓国の現代史では歴史的なです、ね、あのフンナム撤収と言われるんですけど、あの何千、もう何万という体の人がです、ね、アメリカ軍の船に乗って逃げてくるんですね、で本来はアメリカ軍がその配送する米韓軍の兵器をです、ね、あの船に積んで戻ろうとするんですが、 その時に、不当にいっぱい集まった人たちが、ですねみんなあの、まあ、逃げたいというんで、全部あの兵器を、運ばずの兵器を下ろして、代わりに人を積んでたという話です。あのぜ定員60人ぐらいのところに2000人ぐらい乗って、ですねあの引き上げたというのが、これは事実であります。で、実はそのことをあの描いた非常にいい映画があり,でありまして、これ、あの日本でも公開されてるんで、もしここで。 上映が可能ならばまた相談したいと思いますけど、国際市場でありましょうという映画ですが、これを見るとあのなぜパッククネが大統領になれたか、ムンジェインがな,なぜになれたかというのは全部そこに答えが見つかると思います。じゃ今日は本当ありがとうございました。最後にあの記号をちょっとご紹介いたしてあります。す <laughs> えーと日本と朝鮮半島の明るい未来に向けてと。 こういうことで書いていただきました。ありがとうございました。あの見せると思って見せると思ってなかった。は <laughs> いや、そうですね。<laughs> 一応これは、まあ、オープンですから。楽観的に書いてしまいます。あ、そうですか。はい。じゃ最後であのトークラブからの記念の贈呈なので皆さん拍手をよろしくお願いいたします。<laughs> どうもありがとうございました。